2021年の年末までね、今日の話をね、しっかりやっておかないと運気がガクって下がってしまう可能性があるんですよね。こんにちは、矢野慶三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。ところで先日ですね、このチャンネルでお財布のね話をしたんですけども、お財布にたくさんのお金をね初めに入れていたら、入れていただけのお金だけ入りやすくなるんですよって話をしたんですよね。これ実際私ね20代の頃からやっていて、初めて社会人になった財布にですね、その時の初任給がどれぐらいだったのかな、まあ、20万ぐらいあったと思うんですけど、その20万円を入れてドキドキして、そして、すぐにねまた銀行に入れに行ったんですけども、それ以降ですね、僕の財布の中には20万ぐらいお金が結構入るようになったりした経験があったりとかしたんですけども、先日ね、この辺の話をしたら、自分はお金があまりないからそんなことできないみたいに書いてる方がいたんですけど、これね1万円でもいいし、まあ、5万円でもいいし、まあ、それこそあるお金でもいいんですけども、それを1回初めに入れて、そしてまた出してですね、それからその財布にお金が入るようにするっていうのは非常にいいと思うんですよね。なので、そういう感じの心構え、お金にそれだけ入れるとそういった形でねお金が入ってくるんだなって思うよね、持てるような循環を作るのがいいんじゃないかなと思うんですけども、というのもね、今日の話は、心構えがすごくつながってくる話なんですけども、このね、年内中に運気をねどうやったら爆上げさせることができるかということで、家でやっておきたいことっていうのがあるんですよね。でそこでですね、まあ、今回の話なんですけども、毎月ね、お伝えしている今月の運気シリーズの、年末版ということでねお伝えしようと思います。またね12月単独のやつもやろうと思うんですけども、特にですねこの11月12月っていうのが非常に大切な流れになってきているので、今回はねその11月12月にまたがった話をねしたいというふうに思います。なので、ね、この動画を見ていただいたら年末までに絶対にねやっておきたい〇〇っていうのがね手に入るようになりますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問にお答えするコーナーもありますのでお楽しみに。そして私は普段矢野慶三公式 LINE っていうのをやっていてですね、ここに挙げている5本の動画をプレゼントしています。概要欄の一番上あたりにですね詳細がありますので、よかったらそこから覗いて友達申請をしてみてください。ではですね、まずその1からいきましょう。その1はですね、今一度8月9月10月11月の流れをね確認しようって話をしたいんですよね。というのもですね、この年末の流れを見るためにはこの数ヶ月どういう流れで物事が進んできたかっていうことをキャッチすることが、まあ、とっても大切なんですよね。なのでね、まずそれを8月から振り返るということをしたいと思います。まずね8月自体は、変化に柔軟に対応してですねご先祖様に感謝する月だっていう話をしたんですけども、とにかくですね8月にすごい変化があって、それに柔軟に対応できたかどうかがポイントだという話なんですよね。でこの話はね、11月の運気の時にもしたんですけれども、そのコメント欄で本当に8月は変化が激しかったって話が出たりとか、8月がねその、まあ、ちょうど、お盆だったので、ご先祖様に感謝を言いに行くことができたっていう人もいたりとかしたんですよね。はい、そしてそういう流れから9月はですね、どんどんと人との交流を図って出会いを増やすことということで、まだね9月は、この緊急事態宣言があってリアルに会うことができなかったので、その分ですねオンラインを使ったりとかして人との交流を図るということが、まあ、ポイントになっていたんですけども、それをねどこまでできたかっていうのがポイントだったんですよね。そしてね、10月はですね、人生の師匠と言われるメンターとの縁をしっかり育むということがすごく大切だって話と、あとはね先延ばしにしていることがあったら、必ずやると決めるといい流れに乗りやすいということがありました。そしてねこの8月9月10月の流れをですねどこまでやりきったか、それがねしっかりやれた人は流れに乗るんですけども、11月はですね、中途半端にやってしまった人はそれがですね総崩れするみたいな流れが来るということなんですよね。この動画を配信しているのはですねもう11月の中旬過ぎぐらいなので、11月のいろんな事象が現れてきていてですね、ここに書いてるようなことが起こっている可能性も十分あるんですよね。なので、わ本当にこういったことは当てはまるなっていうふうにして見える方がいたとしたら、ぜひね、まず11月の手前の、8月9月10月の流れをもう一回ね、自分の中で先延ばししたりとかいろいろなことをしていないかなっていうチェックをして、中途半端になりかかってるやつをもう一回ちゃんと立て直すっていうことをね意識してやってもらえたらなというふうに思います。
はい、そしてね、その2としてねお伝えしたいのは、今度はねこの年末まで、11月12月末までの年末までに意識をしたいことの話をしたいんですけど、まずですね、絶対にやってはいけないことっていうのがですね、ここなんですよ、人とか物事とかと、断絶をするっていうこと、そしてもう一歩はですね、越になるっていうのもねやめた方がいいと思うんですよね。断絶っていうのはですね、中途半端になっていたからということで、もういいわ、そこで関係切っちゃおうというふうにしてブツッと切るみたいなことは絶対にやってはいけないということなんですよね。なんかもうね、自分から人と関わってて、もうこの人たちと付き合ってたらしんどいから、もういい、もうこの人たちに譲ったみたいな形で、環境をそういった形で断絶するっていうのもこれに入っちゃったりするんですよね。でそれ以外にですね、緊急事態宣言が解除されて、そしてね、どちらかというと久しぶりに楽しい気持ちになってわーっと盛り上がってるところもあると思うんですけど、この時にですね、越という、なんかハイな感じの、なんか喜び方みたいなところに入ったりとか、自分はできるんだとか、俺は、偉いんだみたいな、なんていうのかな、そういう状態のことを越って言うんですけども、そういう状態になるとですね、足元からバーンと救われるようなことが起こるっていうのがこのね11月12月の流れ、なんですよね。なので、気をつけておきたいのは特に、家族関係の断絶、人間関係の断絶、社会とのつながりの断絶、そして、それぞれに対する越な状態になる、それらもね合わせて本当に気をつけてほしいかなと思います。とにかくですね、一言で言うと、関係性を絶たずにできるだけ会話を試みるというようなね、ことをやっていただくことが、おすすめかなというふうに思います。そしてですね、それを後押しする意味でですね、仮想的には家の北方位と、西方位をできるだけきれいにすることで、これらのところをねちゃんと後押ししてくれるようになりますので、しっかりね、人間関係、家族関係、そういったことを含めながら、北と西の方位をきれいにして、そしてですね、しっかりと向き合って対処していくことで、これね12月にね本当にそれをやっていくと成果が出るんですよね。なので成果に、12月に成果が出るかどうかを、じっくりとね見極めていってほしいかなと思うんです。このね12月がですね、成果が出た人、出なかった人、出た人は流れに乗っていて、出なかった人は流れに乗っていなかったっていうこともね、知っておいてほしいかなというふうに思います。そして、その3はですね、年末に向かっての心構えの話をしておきたいんですけども、まずですね、その心構えをするために大切な仮想の話もしたいんですけども、まずですね、心構えをするときにですね、家の重心付近をですね、まず整えるということをやってほしいんですよね。で、家の重心ってどこかというと、例えばこの四角いマンションであればですね、この黄色で塗っているあたりがですね、重心付近っていうんですよね。短辺方向を3分の1ずつ割った真ん中の3分の1、長辺方向の3分の1ずつ割ったちょうど真ん中の3分の1ぐらいを、重心付近というふうに言うんですけども、このあたりをですね、きれいに整えると、特にですね、心のバランスが、取りやすくなる、崩れかかってるバランスがですね、崩壊しないで済むようにできるということで、このね中心あたりをしっかり整えるということをまず合わせてやってもらいつつですね、心構えはどういうふうにしていくかって話をするんですけども、心構えはですね、これ男性と女性に分かれてくるんですけども、男性の場合はですね、この11月12月っていう、期間を通して、例えばね自分と相手がいるようであれば、相手を立てつつ、そしてですね、気の合った友と、行動を共にするというような感じの行動の仕方をするとですね、運気がぐんぐん上がっていくという傾向があるんですよね。それをね、相手を立てず自分を有利にしてですね、自分の利益を、優先して物事をするとか、自分の身を守ることだけを考えてやってしまうみたいなことをすると、これ、完全にずれてくるということなんですよね。相手を立てつつ、そして気の合った、友達と、友とですね、行動を共にしながら物事をやっていくと、確実に、着実に進むというふうに考えられているんですよね。そしてですね、女性の場合はですね、気をつけていただきたいのは、あなた自身の勝手な解釈はですね、当てが外れるっていうのがね、11月12月なんですよね。なので変に淡い期待を持ちながら、その期待だけでね、なんかこう何も行動しないとかいうことではなくてですね、勝手な解釈とか期待は当てが外れるので、そういう憶測だけで物事が
どうなるかと思わないようにしてほしいということなのでね、よく女性がやってしまう、察してよっていう形にして相手に察してもらおうとしてやるとですね、今回はね大きく、当てが外れる可能性が、あるという感じなんですよね。なのでどちらかというと、女性の場合ですね、地道に進むことを考えてほしいなと思います。例えば夫婦関係で相手に察してほしいと思ったらですね、ちゃんと言葉で、コツコツと伝えるしかないっていうふうなイメージなんですよね。女性の方からしたら、そんなことぐらい気づいてちゃんと自分に愛情表現示しようと思うかも分かりませんが、それがですね、なかなか難しい11月12月になってくるので、女性の方はですね、自分で勝手にいい方向にだけ解釈せずに、リアルに起こっていることが何かということを見て、そしてそのことに対してコツコツと地道に、行動することを考える。これがですね、11月12月そして12月に成果を出すために非常に大切だということだったんですよね。ぜひねやっていただきたいんですけども、最後にねまとめをしておきましょう。まとめはね、8月9月10月11月の流れを知ろうということで、この8月9月10月、そして11月に何があったかでですね、その流れをもし止めているところがあったら、今からでも構いませんので8、9、10、11の流れの止めているところからすぐにね手をかけるということをやっていってみてください。そしてね、やってはいけないことは、人とか物とかとの 断絶ですね。そしてね、越に入るっていうのも良くないので、その両方にね気をつけてください。そしてね、あと男性はですね、相手を立てる気持ちと、あとね、仲間と共にやるということをぜひね、意識する。そして女性はね、勝手な解釈は NG で、地道にコツコツやることがポイントだということでですね、それが肌に合うか合わないかは別として、運気に乗りたい方はぜひね、試しにそれをやってみてください。はい、ということでね、本当に今日の話、実践できそうなところから実践して実感するということをね、ぜひやってみてください。はい、そろそろね終わりになりますけども、よかったら今日の感想をコメント欄からどしどしお寄せください。毎回ねすごい楽しみに拝見していて、ハートマークをさせてもらってます。 あとね、リクエストがある方とか ご質問がある方もコメント欄に入れていただいたら、リクエストはまた別の動画で取り扱ったりとか、ご質問はね、動画の最後に一つね、お答えするコーナーでピックアップもさせていただいてますので、どうぞよろしくお願いします。ただですね、コメント欄に直接返答するっていう時間はどうしても取れないので、その点はご了承ください。はい、ということで、そうそう終わりになりますけども、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と、高評価のね、グッドボタンを押していただけると励みになります。よろしくお願いします。はい、そしてね、初めも言いましたけども、私は公式 LINE ではね5本の動画をプレゼント、アメブロではですね、こぼれ話、そして Twitter では日々の気づき、メルマガではですね家づくりに特化した話、そしてねボイシーで言いたいことをほんまに言いまくるということをねやっています。それぞれ興味があるものがあったらですね、概要欄の、ね、一番下の方にリンク先がありますので、それぞれフォローをお願いします。そして最後にお知らせが一つあります。私は普段ですね、幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンを Facebook のグループページを使ってやっています。有料でクローズのならではこそお伝えできる話をさせていただいたりとか、毎月のね運気の活用法、これねサロンメンバー個別の話でさせていただいてるんですけども、そういった話をさせていただいたりとか、あとはね月に1回から2回直接私に音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやっています。興味がある方はね概要欄の2段目あたりに詳細がありますので、よかったらそこを覗いてみてください。はい、ではですね、最後にご質問にお答えするコーナーです。今日のご質問はですね、吉江さんですね、現金を家に置くのは金庫の中でも良いですかっていうご質問で、これね家の、金運の器を上げるためには、大金を家の中で数日間置いて、その大金の器になるような家にしたらいいですよって話をしたんですよね。でこの時にですね、そんな お金持ってないからってネガティブないろんなコメントもあってですね、なんかうまく話が伝わらなかったなと思ったんですけども、あなたが持っている全財産、今ねそれが5万なのか10万なのか30万なのか、100万なのか、それ以上なのか分かりませんけども、よかったらそのお金をですね1回現金にして、そして家の中に数日間置いて、そしてそうするとね、その金額までがお金がどんどん入る家になりやすいっていうことがあるので、ぜひやってくださいねって話だったんですけどもね、ぜひねそれをやっていただく意味でも、お金のことが怖ければもちろん金庫の中でもいいし財布の中でも構いません。その辺はね皆さんそれぞれの自己責任でやっていただけたらというふうに思いますので、ぜひね家にお金、家のお金の器をね大きくするために一回実践して実感するということをやってみてください。
はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。